わかりましたよ。一旦ベッドから降りましょう、セリア。じゃあ、次で終わらせましょう。今度はちゃんとやりますので。うん。私は、さっきのでも十分にちゃんとしていたと思ったけど。はい。ううん、なんでもないの。さ、始めてちょうだい。ええ。では、行きます。セリア。はい。愛しているよ。抱きしめてあげる。顔を真っ赤にして硬直しちゃっているし、ハルト君は NG が出ないように抱きしめ続けているんです。もうやめてもいいですか？ああ、そういうこと問題ないと思うわよ。ごちそうさま。セリアさん、リオが私にセリアさん！ミハル？どうしたの？セリアさんがぼーっとしてるから。はぁ、そうだったの？ごめんなさい。途中から頭の中が真っ白になって。もうダメですよ、ハルトさんの実名を口にしちゃ。ごめんなさい。大丈夫です、私だけしか聞いてなかったので。そっか、ありがとう。二人とも何を話しているんですか？いえ、なんでもないですよ。ええ、何も問題はないわ。そう？はい。用も終わったのなら、元の部屋へ戻りませんか？そうね。リーゼロッテちゃんとセリアさんのペナルティーも終わったし。でも、その前に、くじを引かなきゃいけない人がいるんだけどね。まずは、ラティーファちゃん。はい。案の定だけど嬉しそうね。もちろん、この時を待ちわびていたんだもん。望むところだと言わせてもらうよ。ラティーファちゃんは本当にハルトさんのことが好きなんですね。うん。でもラティーファちゃんの何がペナルティ発動の対象になったんですか？セリアさんへの故障。ラティーファちゃんって私のことはサツキお姉さんって呼んでくれるのに、セリアさんのことは単純にさん付けで呼ぶじゃない？ああ、確かにそうだね。理由はあるのかしら？セリアさんはお兄ちゃんの大切な恩人だって聞いていたから、なんていうか私にとっても大切な恩人な気がして、なんとなくさん付けで呼んじゃうんだよ。そうなんだ。なんとなくわかる気がします。ラティーファちゃんは尊敬しているんだよね、セリアさんのこと。うん、そう。そうなんだ。ありがとう。あなたがそんな風に私のことを思っていてくれたなんて。そういうことなんだ。なら呼び方はこのままでもいい、というよりこのままの方がいいのかな。変えたい。そっか。そうしないとお兄ちゃんとイチャイチャできないもんね。そうね。ってちょっと、今の流れだとハルトとイチャイチャするために私への呼称を変えるように聞こえたんだけど、私と親しくなるために変えるんじゃないの？両方とも大事な目的だよ、セリアお姉ちゃん。お姉ちゃん。なるほど、お姉さんを飛び越えてお姉ちゃんと来たか。いいなあ、私はまだお姉さん呼びなのに。ちら、サツキお姉さんのこともこれからはサツキお姉ちゃんって呼んでもいい？もちろんよ。改めてよろしくね、セリアお姉ちゃん、サツキお姉ちゃん。お姉ちゃん呼びは思った以上にこそばゆいけど、よろしくね、
ラティーファ。じゃあ新たな故障が決まったところで、ラティーファちゃんもくじ引いちゃう？どれにしようかなと。さて何が出るんでしょうね。壁ドンに床ドンと続いたから残るは天ドン。さすがにそれはないんじゃないかな。すごい無理な体勢というか、物理的に不自然な状態になっちゃうし。でもハルト君ならできてしまいそうなのがすごいわよね。確かに。俺を何だと思っているんですか？できないの？いや、まあやろうと思えばできるとは思いますけど。ほら、やっぱりできるんじゃない。よし、これにしよっと。なんて書いてあったの、ラティーファちゃん？お兄ちゃんの膝に座りながら、偉いな、ラティーファは大好きだよって言ってもらいながら頭を撫でてもらう。なんというか順当ね。ええ、なんだったらいつもやってもらっているような。そんなことはないよ。大好きだよってセリフはお願いしてもなかなか言ってくれないもん。というわけでお兄ちゃん、お願いします。了解。この内容ならもう一度ベッドでやろうか。ほら、こっちへおいで。ハルト君もなんだか手慣れているし。本当にお兄さんと妹の関係なんですね。じゃあやろうか。うん。偉いな、ラティーファは。そうかな。ああ、俺の自慢の妹だ。大好きだよ。こら、ラティーファ、押し倒すなって。スリ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 。文句なしに微笑ましい光景ですね。うん、これなら異論はないと思う。なんじゃお一致、初めて1回で OK が出せるわね。もういいわよ、ハルト君、ラティーファちゃん。ねえねえお兄ちゃん、もう一回、もう一回言って、私のこと大好きだよって。ラティーファ、もう終わったから。ダメ、もう一回言ってくれないと話さない。ぎゅー。お大好きだよ、ラティーファ。